恋する乙女の血は甘い。だったら私の血はもうどれほど甘くなってるだろう。高校2年生夏。ヨミヤ先輩。あ、ヨミヤ君また囲まれてんね。この前の中間テストも一番だったんでしょ。さすがだよね。イケメンで文武両道とか応じすぎ。初めて好きになった人は。ああ、私の血も吸ってほしいな。吸血鬼でした。目そらしちゃった。だってまさか私の血吸って自分があんなこと言うなんて。治癒。サキ様、チュウ様、ご無事でよかったです。キュウ太郎さん、ひとまず移動しましょう。でもヨミヤ君、血が足りてなくて。ブラッディカプセル。え？血液サプリみたいなものです。最近発明されたばかりでまだ試作段階ですが。そんなものがあったんだ。俺は大丈夫だから。そうですよ、チュウ様だって今満身創痍ですからね。さあ家まで送りますよ。結局そのまま帰っちゃったけど、ヨミヤ君大丈夫だったのかな。あの日以来会うの初めて。チユ、おはよう。ヨミヤ君。首の傷残ってるよな。また俺のせいでごめん。気にしてくれてたんだ。ヨミヤ君のせいじゃないよ。おい、ヨミヤ、先行くなよ。白崎早えな。おはよう、岸田君、藤本君。そういや、白崎たち女子面って夏休みの予定もう立てた？まだ全然話してないよ。じゃあさ、海？うん、岸田くんが朝みんなで行こうって。私たちはいいけど。それ、ヨミヤも来んの？そっか、二人にはこの前のことまだ言ってないもんね。かくかく、しかじか。はぁ？やばいこと大きすぎじゃん。てか、そんなこと頼んでくる山吹もありえない。この上キスされたとか絶対に言えない。それにもしヨミヤ君に知られたら。で、ヨミヤ君そんなこと気にしないか。チースって。私思うんだけど、やっぱヨミヤ君チーのこと好きなんじゃない？じゃないとそんな必死になったりしないよ。もともと血が吸えるなら誰でもいいって感じだったじゃん。それだけじゃまだわかんないよ。チユはどう思った？私は一度振られたけど助けてくれたのは事実だし、大切に思ってくれてるのは嘘じゃない気がする。もうちょっと頑張ってみたい。じゃあやることは一つだね。かわいい水着をゲットだぜ。おー、ハス。吸血鬼とバラ少女第6巻、1月25日月曜日発売パス。最後まで動画を見て